一番今日はクタロウと一緒にチャーハンを作りたいと思います。いやー、うん、狂気開いてる、やばい、あーかわいそう、ごめんなさいね、茶碗はここまで。うれ、電気電気、暗いっす、家が。あー、もうクタロウめっちゃ甘えてくる、私に。いや私ね、めっちゃ甘えてくるんですけど、2回目配信めっちゃ甘えてくるんですけど、それだったら甘えてくるなら、まさき なんか嫌な感じせんでよ、めんどいやつが。はい、お手手洗います。はい、ちょっと仕切り直しって感じです。絶対今ループってたよね、分かってます、そういうことは。エプロン、はあ、なんかあれだね、チャーハン部熱っ、なんかさ、暗いね、ライト持ってこうかな、なんか曇ってんのかな、うん。ちょっと皆さん、コタロウが何か悪いことしないか見張っててください。ついてこないでよ、コタロウ、ついてこないで、そんな可愛い顔しても。できました、こんばんは。ちょっと配信、あ、ツイッターのっけよ、シェア、ツイッター、ツイッター、ツイッター、シェア、ね、何いいことあろう、何に、何何何して、あ、ね、コタロウやめてやめて、登らんで、もう最悪ね、カモチョだね、コタロウ、やっぱ私のことそんなに好きなの、ヒューだな、照れちゃうよ、出ちゃうよ、コタロウ、コタロウ、私の肩に乗って、はい、肩に乗るんだ、そうじゃない、乗ってるけども、そうじゃない、ちょっと拒否反応出さないで、甘えてこないで、拒否反応出すな、甘えてこないで、はい、ちょっとちっちゃいと作っちゃいと思いますね、とりあえず宣伝をさせてもらいます。チャーハンの配信してるのねって
ねえ、小太郎閉じ込めるよ。キッチンの上登らんでくれっかいな。はい、小太郎はもう無理です。閉じ込められました。君はあ、降りてきた、降りてきた。あー、もう君はダメ。お兄ちゃんの部屋に行きましょう。お兄ちゃんの部屋があそこに閉じ込められるかどっちがいいの。お兄ちゃんの方涼しいから、お兄ちゃんに行き。洗います。はい、こんばんは、こんばんは。はい、まず手を洗います。今日何チャーハン作ろうか迷ってるんですけど、あいぶおー、セーフセーフ。作りたいと思います。前髪がやばい。お手洗って、なにちゃん、なにちゃん作ろう。水曜日のこと忘れてたからさ、ちょっと何を作、なんか普通のチャーハン、なんか一応買ってきた。で、購入品紹介するね。購入品紹介、まずチャーシューでーす。購入品紹介、チャーシュー、そしてなんか食パン、チャーシュー食パンで、砂糖のご飯でーす。砂糖のご飯でーす。あの、なんかご飯炊いてないよって言われて、お母さんに、え、じゃあ炊くのめんどいけん、買ってもいいって言ったら、あ、いいよいいよって、なんかダメって言われるかな。で、マシュマロでーす。何しよう。チャーシュー使ってもいいんだけど、あのね、なんかちょっと投票で決めようかな。投票で決めちゃおう。ね、マシュマロチャーハン、すみません。佐藤のご飯チャーハン、今日はちょっと投票で今日何作るか決めるね。まず一つ目がキムチチャーハンね。で、もう一つが焼肉の肉のチャーハンね。豚焼肉豚焼肉チャーハンで、ノーマルチャーハン。レタスチャーハン、鮭チャーハン。はい、今日のこれです。やばい、この中からこのキムチチャーハン、ノーマルチャーハン、豚肉チャ、焼肉チャーハン、レタスチャーハン、鮭チャーハンを作りたいと思うんですけど、投票しよう。投票しちゃおう。ここ投票しよう。投票
みんなの好きなのどうぞ。なんか鮭フレークがいいになるから、こんな感じです。キムチ、ノーマル、雪肉、レタス、鮭。はい、で決めてる間にこれ佐藤のご飯をちょっとレンチンします。500ワット、600ワット、2分。何がいいかな。ちょっとね、これはね、今日の夜ご飯にかかるので52分まで受付をしようと思います。まあ一番多かったやつが選ばれるんで。でもなんか今のところなんか4番とか黄色？何番だろう。佐藤のご飯パパ確かにって思っちゃったけど、まあ、パラパラにするのが私の役目。でこれ家族分作ってあげた方がいいと思う。それだったらこれ佐藤のご飯3パックでは足りないよね絶対。ね、足りないよね。なら一人分でいいか。一人分にしよう。まあ買ってくればいいしね。じゃあ締め切ろっかな。締め切ります。もうなんかあんま、あ、なんかみんなもう投げるな、今投げてちゃんと。これ正確なねやつを知りたいから、投げるな、もう今ちゃちゃって投げちゃってください。ちょっと上からにしたい。あ、上から上から。よし、止まった。投げるな、投げて、みんな。今投げてください、ちゃんと。まあ、1番、じゃあ今来た人のためにもう一度言いますね。これです。上から 1,2,3,4,5 ってやってます。この何の今日のチャーハン何作る、これどれ作るかっていう。どうぞ。これちょっと強制参加で、まあ、なるべく一つにしてもらったら嬉しいですが。ほら、おいしそう。じゃあ締め切ります。結果5番。
飯って何、ご飯って何、ご飯って鮭、ご飯鮭、本当に鮭でいい感じ。あ、サインがあれだったのね。鮭でいい感じ、本当に鮭に しちゃうよ。鮭でいいのね。じゃあ鮭にします。鮭チャーハンの作り方をしなくなっちゃ。5番。え、てかさ、いいね、私毎回こうやって決めようかな。メントよからさ、なんか自分で何作ると決めるの、こうやってルーレット決めようね。ちょっといい感じに散らばってたね。じゃあ鮭にします。鮭チャーハンを作ります。あった、鮭フレークチャーハン、これにしよう。でも作り方はそんな何も変わんなそうだから、いっか。鮭チャーハン、じゃあ作ります。チャーハンってね、作るの簡単だからね。賞味鮭を、鮭鮭、はい。じゃあ鮭チャーハンを作ります。今日は卵っているよね。おー、そんね、なんかさ、私ってさ、今さ、あのチャーハン配信何回してるとかわかんない、さすがに。さすがにさ、私が今何回チャーハン配信、今日で何回目だよとかわかんない感じ。気になった、グッチ、ああコメントじゃないの、なんかね、数えることは不可能、今から数えることは。なんかさ、まとめてる人いるじゃん、なんかなんだっけ、まとめてる人って公式なのかわかんないけど、あるじゃん。まあ自分で確かめようかな。エグチャーハンは知らない。なんか、あ、そう、グッチが今日のチャーハン何しよっかなって私が言ったんですよ、あのなんか配信で作るチャーハン。そしたらエグチャーハンって言われていいよって言って、エグチャーハンってことはグッチが好きな材料で作ればいいってことじゃないですか。だからハンバーグとか言われたらハンバーグを買って作ればいいってことじゃないですか。だから今日ね聞いたんだね、だから何が好きって言ったら君が好きって言われたから、ちょっとめんどくて、ほんとグッチってそういうところあるわ。そう、エグチャーハンはグッチの好きなものを詰め込むチャーハンってことです。はい、じゃあ作ります。作ります。じゃあさ、もしめっちゃ優しい方さ、私がさチャーハン配信何回目かさ数えてください。なんか今日そのなんかその話になって、スタッフさんと今日、そうそうそう、でなんか確かに何回してるんだろうって思って、10回ぐらいはさしてるじゃん多分、さすがに。
でも過去の配信あさればね分かると思うんだよね。はい、じゃあ卵、油投入、卵投入、あ、ごま油とかにすればいいかな。ちょっとね、作り方は作り方は普通にチャーハン入れるだけだからそんなに、え、ごま入れよう、私ごま入れよう、ごま入れよう、いきます。ごまとなんか、あ、白ネギとか欲しかったな。鮭だからね、多分美味しいんですよ、きっと。なん、どう、どう頑張っても美味しいはずだから。いや、多分作った時は結構パラパラにできたんだよ。パラパラっていうか、まあ、ネチョネチョではなかった。ちょっとコメントはあまり見れないんで、え、これさ、私さ、でもコメント読みたいんだけどさ、これ手元さ、見たいでしょ、みんな、どうすなら。はい、醤油入れます。全然こういうつかなくて、めっちゃチャーハン作りやすかった気がするんだよね。なんか全然こういうつかなかった。
はい、鮭入れます。鮭を入れます。ちょっと学校始まってからさ、ようやくさ日付感覚は取り戻してきた感じあるからさ、曜日と日付感覚は。もう終わっちゃうんだけど、ごま入れよう。ごま、ごま、ごま、ごま入れて、もうごまいいよ。マジ一人前じゃん。マジ一人前。ん？一人前。本当にキュッキュッキュッってして。はい、パッカーンです。こんな感じ。じゃん。あー、美味しそう。写真を撮ってツイッターあげます。みんなが1個目を狙ってください。こう湯気出てるのさ、撮れないかな写真に。よし、食べよう、食べちゃおうぜ。
反省っす。売れました、シャキちゃんにそうして。はい、チャーハンもちょっとあげます。あげますね。魚、魚、鮭、魚。はい、はい、じゃあいただきます。結構もうしたのでね、いただきます。なんかこんな味だったっけ、鮭チャーハンって感じ。なんかでもなんか、本音を言うとね、なんかご飯が硬い、チンしすぎたのかな。なんか硬い、めっちゃご飯。これまあ味美味しいっす。うん、卵見ないね、トコトースター見ないで。うん、なんかこんな、まあ、いや多分ね、うんふんふん、まあ鮭にさ味があるからね。そう、チャーシュー使わんかった。シャゲチャーハンだったから。ノーマルチャーハンじゃなかったから。ちょっと醤油を追加します。私なんかもう、味濃いのが好きなのかな、最近。なんか味が、いやマジレイちゃん家で作ったチャーハンめっちゃうまくいった。
醤油美味しい。もうね、濃い味が食べたくなるのよ。鮭チャーハンさ、あれだよ、絶対に次からレシピ見てやろう。なんかさ、あ、そうめんじゃんだん、鶏ガスープとか入れたいね。確かに入れよう。次やっぱね、りょうちゃんちは IH じゃなかったんですね。だからかガスだからか分かんないけど、やっぱなんかすっごくいい感じだったチャーハンが。そう、やっぱガスっていいね。適してる。火力がね、ガスいいなと思った。だけどリアちゃん家行こうかな、今度からチャーハンチャーハン作るためにリアちゃん家行って。しとけばよかった。あの卵かけご飯の状態にしてたらね、パラパラなのよ。え、そば飯いいかもね。食べたくなったそば飯。何しようかな次。
来週何作ろうかな。来週は何作ろうかね。でもね、来週は来週決めればいいんですよ。ゆくゆくは毎週のさ、経費で落ちそうじゃない？でも頑張った、なんか中華鍋とか経費で落ちそう。経費で、経費ってか、なんかそういうのになりそうな、ならないのかな。こっちは半分経費。でも愛知だからいらないんだよね、別に。でもね、まあ、来週何作ろう。でもチャーシュー買っちゃったから普通のチャーハン作ろうか。ごちそうさまでした。9月2日の公演、東京から見に行きます。こちらありがとうございます。なんかね、私がね、あの学校で一番仲いい女の子がいるんですけど、その子として話さないレベルの、私の配信見る方だったら分かるんですけど、その子なんか、その子が今日会ったんですよ、久しぶりに学校で。始業式の日会えなかったかね。で、なんかその時に、え、今週うち誕生日やけんって言われて、え、誕生日なんだって言ったら、そう言われて、あ、9月3日だったかな。あ、もうごたろうやめて、暑いよ。なんかキッチンに登ってきた。
そう、なんか誕生日らしいから、あ、ちゃんと熱いよかったの。そう、だからお祝いしてあげようかなって思ったけど、9月3日かどっちか忘れちゃったかな。3は私公演ないんですよね。私はパジャドで出なかったから。ぺくん、え、なんかめっちゃぐるぐるいってる。嬉しい。私に抱っこされるだけでぐるぐるって。じゃあ終わります。13位サイニャンさんありがとうございます。12位シミシミさんありがとうございます。11位サンタのゲオラジさんありがとうございます。10位ピシさんありがとうございます。9位赤いゲーフォンさんありがとうございます。8位ダイさんありがとうございます。7位マン君さんありがとうございます。6位ココさんありがとうございます。5位森翔さんありがとうございます。4位ミルクアゲさんありがとうございます。3位ズーシミさんありがとうございます。2位博多の細めさんありがとうございます。やばい、答えを暴走してる。1位 HKT 表示おじさんありがとうございます。もうめっちゃ今暴走してる、びっくりした。ありがとうございました。じゃあね、さよなら。